着物モデリング、スカルプトモデリングの段階に入ります。えー、使用するソフトウェアは Blender になりますが Blender の、まあ、3.5以上の、えー、バージョンであれば基本的にはあの同じ、えー、機能で動作を、えー、進められるんじゃないかなと思います。でえー、とバージョン違いでまた若干あのユーザーインターフェースが変わっていたりしますが、まあ、その辺りは、えー、ご了承ください。えー、とじゃあ進めていきたいと思います。ま,あ、まずはあの ブレンダーのユーザーインターフェースの簡単な説明からスタートします。えっ、ー、と、ブレンダーを起動すると、まあ、こういったポップアップが最初の画面で出てきます。で、このあたりで操作感をですね、ショートカットをちょっと変えたりとかもできますが、この辺はデフォルトの、まあ、このまま進めていきますので、同じように進めたい場合は合わせてください。えー、何もないところをですね、1回クリックすると、えー、ポップアップはなくなります。 で、えー、ここに見える、ま、これらのモデルが、えー、デフォルトから配置されているモデルですね、えー。キューブとライトとカメラになります。で、今回、えー、キューブ以外の、えー、ものは全部使わないので、えー、それぞれですね、クリック、左クリックで、えー、選択することができますので、えー、消してしまいます。デリート、デリートという感じですね、えー。キューブだけを残して、それ以外が消えました。 で、画面の操作方法とか、えー、そのあたりもちょっと若干簡単に説明しておきます。カメラ操作の、えー、回転の方法としては中クリックですね。長押しをして動かします。で、ズームは、えー、コントロールを押しながらの中クリックの移動ですね。で、えー、移動はシフトを押しながらの中クリック。はい。また、えっ、ー、と、マウスの中ボタンのところを コロコロすると、やったり引いたりっていう操作もできます。まあ、これで、えー、カメラの動かし方に関しては、えー、以上ですね。あともう一個だけ、えー、カメラ回転の途中に Alt キーを挟むと、こんな感じの回転の途中に a ルトを挟むと、こんな感じで正面ビューとか、トップビューというところで、えー、ピタッと止まるようになります。でまた中クリックでこう動かすと戻りますね。 で、同じような挙動として、この右上のガイドのところ、えー、これをクリックすると、まあ、同じように、このビューで止まることができます。例えばト、トップビューにしたい場合は、Z ってところをクリックですね、えー。トップビューになりました。で、これまた戻るときには、中クリックで、まあ、ちょっと動かしてあげれば戻れます。<laughs> はいえー、カメラ操作ですね。じゃあ次に、えっ、ー、と、まあ、ここの、あ、この、 今見ているここの部分は 3D ビューポートですね。えー、右上の、えー、ここのエリアはアウトライナー。で右下のここのエリアはいろいろな設定を、まあ、ここで切り替えられるんですけど、いろいろな設定を、えー、することができるプロパティのウィンドウですね。で上がメニューっていう感じの構成になってます。まあ、ざっくり言うとそんな感じですね。えーで まあちょっともう少しだけ基本的なことなんですけど、えー、モデルはこう選択するとオレンジ色の、えー、モデルの外側をですね、くぐったような形に、えー、表示されます。でこの状態は、えー、オブジェクトモードって言って、まあ、前でいうところの、えー、オブジェクトモードですね、まあ、そのまま選択したり、えー、しなかったりということが操作できるモードになります。 で、えっ、ー、と、前でいうところの頂点選択とかフェース選択をしたい場合には、えー、エディットモードにブレンダーで切り替えなければいけません。で、エディットモードとオブジェクトモードの切り替えはタブキーになります。左上のここのボタンを押しても切り替えることができます。オブジェクトモード、エディットモードですね。タブキーがそのショートカットです。そうすると頂点単位で選択ができたりとか、えっ、ー、と、ここで あ、こっちか。こっちの、えー、頂点、エッジ、フェースとこれ対応しているので、えー、それぞれエッジ選択モードとか、えー、頂点選択モードとかができるようになりますで、えーまあ、この頂点とかエッジとかっていうところの切り替えとしては、えー、数字のキーボードですね数字の1、2、3になります3がフェース2がエッジエッジが頂点って感じですねでタブで戻る えー、オブジェクトモードですね。はいえー、ということで、まあ、あのオブジェクト選択するモードと、えー、それ以外の選択をするモードとでちょっと違うという点ですね。押、え、さ、ー、えておくべきです。で、えー、次なんですけど、えー、今、あのこの画面上でですね、あのー、スカルプトをしていきたいんですけど、えー、このワークスペースでスカルプトを行うとちょっとやりづらいので、ワークスペースを切り替えます。 でそのワークスペースなんですけど、えー、現状このレイアウトっていう、まあ、デフォルトの一番最初の、まあ、ワークスペース状態になってます。えー、レイアウトから、えー、隣の隣の、えー、スカルプトに切り替えます。これがスカルプトにが、えー、やりやすいですね。あのレイアウトで進められますあ。ワークスペースで進められます。じゃあここからスカルプトモードの,スカルプトモードの説明をしていきます。 <laughs> えー、とまずマウスカーソルのところがですね、えー、なんかこの青いリングで表示、切り替わったことが分かります。で、えーとまあ、今ってスカルプトモードっていうモードにもう切り替わってます。ここ見ると分かりますね。これで、えーまあ、適当な頂点をですね、ぐりぐりすると、まあ、その頂点が、まあ、わずかではあるんですけど、動くことが分かりますね。 はい、ちょっと戻りますすコントロール Z ですねまああのー、これでスカルプトバックがもうできる状態になっています、はいまあひえー、左クリックグリグリですねでまた、えー、っとちょっとこの状態だと分かりづらいんですけどコントロールを押しながら左クリックをグリグリすると、えー、盛り上げるような機能 をえー、ブラシがが持っているる場合はは今度は盛り下げるような、まあ、効果が逆転します、えー、単純な左クリックだと盛り上がる、えー、結果になりますがコントロールを押しながら左クリックだと今度は下がっていく結果になります、まあ、これをですね、まあ、切り替えながら,、えー膨,らま、膨らむ部分があったりとか、えー、へこむ部分があったりとかっていうのを造形していきますね じゃあ、ちょっともう少し、えー、細かい話をする前に、えー、と、まあ、ざっくり、あの、ユーザーインターフェース、この状態でのユーザーインターフェースを説明します。えー、まあ、この中央に見えるものはスカルプト対象にしているモデルですね。で、左側、これはブラシのパレットになります。ブラシを切り替えることができます。ちょっと後で確認はしますが、えー、っと、アイコンをクリックすると、ブラシが切り替えられます。で、えー、この、 えっと、ブラシの、まあ、右隣のバーのところを右にグイッと引っ張っていくと、ブラシの名称が出てきます。まあ、慣れないうちはですね、これを表示しておいておくと、まあいいんじゃないかなと思います。えー、で、まあ、えっ、ー、と、じゃ次に、えっ、ー、と、右上、ここはまあアウトラインなんですね。えー、モデルを一覧表示されしている、えー、ウィンドウになります。で、この右の下のところですね、これ、えー、これは、 今、えー、使っているブラシの設定が出ています。この辺切り替えると、あのー、通常の、まあ、マテリアルの情報を見たりとかっていうこともできるんですけど、ここの一番上の、えー、このアイコンを押すと、えー、ブラシの情報が出てきます。ブラシ設定のことですね。えー、それから えー、ここの部分が結構大事になるんですけど、X 軸対称で、えー、作業を進めたい場合には、ここの X をオンにしたり、まあ、この蝶々みたいな左右対称のシンメトリーのモードがここで切り替えられます。えー、で、このダイナトポ、これは、まあ、ちょっと後で使っていきますが、えー、ブラシのストロークごとにポ、まあ、リゴンを自動更新する、えー、機能になります。で、えー、その隣のリメッシュっていうのは、一度、 えー、ここに見えているオブジェクトをあのメッシュを再構築する機能になりますね。まあ、この辺がよく使いますかね。あともう一個だけ、えー、ここの部分、ここの部分は、えーまあ、見た目上の表示の方法なんですけど、ワイヤーフレーム表示とか、えー、シェーディング表示とか、マテリアル表示、えー、レンダリングの表示。で基本的には、えー、もうこのシェーディングの通常の状態で進めていきます。 えー、あともう一個ですね。えー、っと、これですね、えー。マスクって書いてあるところがあります。これ、マスクブラシっていうのがあって、どっかを一度固定してで、それ以外の部分を造形したいみたいな機能があるんですけど、そのマスクで、えー、っと塗り分けた結果を一旦リセットしたりとか、マスクを反転したりとかってことをするために、えー、ここに、それらのマスク関係の機能が収められています。インバートマスクが反転のことですね。 で、えー、クリアマスクがクリアマスクですね。まあ、そんな感じです、はいえー。基本的な使い方は以上ですね。で、ブラシの話をちょっと、えー、していくんですけど、まあ、左側の、えー、これらのブラシ、まあ、結構ありますけど、えー、使うブラシは割と限られていますので、その辺をちょっと紹介していきます。で、えー、効果を確かめるときにですね、えー まあ今の状態だとポリゴン数が少なすぎて変化がすごく少ないです。で、えー、っと、まあ、形をリアルタイムにですね、ちょっとあの変形させていきたいと思うので、えー、このダイナトポ、ここのチェックを入れます。ポップアップが出てきますが、OK を押します。はい、で、これちょっと造形する前に、えー、シンメトリーもオンにしましょう。X 軸対象ですね。ここの X っていう、I えー、文字をクリックします。 そうすると、こう、ストロークするとですね、まあ、さっきとは違って、ポリゴンが補充されていることがわかります。まあ、ワイヤーフレーム表示するとわかりやすいですね。はい。えー、といった感じで、えー、自動更新してくれる機能がこのダイナトップです。まあ、ただこれって、あのー、まあ、一長一短、えーまあ例えばちょっと、大げさなことしますけど、 これカメラの距離によって、えー、このダイナトポで反映されるこのポリゴンの分割が変わってきます。なんで、こう引いて造形しようとするとこう、ポリゴンがすごい少なくなっちゃうんですね。ちょっと戻りますが。えー、なので、細かい、えー、部分を作りたいときには、えー、ダイナトポってこう、カメラを寄らないといけないので、ちょっと引いては作業できないとか、まあ、その辺の都合があったりします。 なので、えー、まあ、メリット、デメリットあるわけですね。はいえー、じゃあ、ちょっとブラシの説明をしていきますね。ダイナドポをオンで、えー、X 軸対象で進めていきます。<laughs> じゃあ、えーえーえっと、ブラシの説明としては、まず、えー、ドローブラシですね。ドローブラシっていうのは、盛り上げるように造形するブラシです。えー、基本のブラシになります。 で、えー、と、通常の左クリックでグリグリやると盛り上がります。でコントロールを押しながらグリグリすると今度はへこんでいきますね。まあ効果が逆転します。はい。で、えー、ちょっとまあ順番前後するんですけどシフトを長押ししながら、えー、左クリックを押すと鳴らすスムーズのブラシになります。 これはすごくよく使いますね。はい。スムーズブラシはシフトを押しながらになります。で、一応左側の、えー、ここのスムーズっていうブラシもあるので、えー、こっちから切り替えたい場合はここから切り替えますが、まあ基本的には、うん、シフトを押した方が早いと思うので、えー、スムーズブラシはシフトを押しながら使いましょう。 はい。で、えー、次に、このドローシャープ。ドローシャープブラシは、えー、ドローブラシよりも、もう少し、まあ、きつく効果を反映させたいときに使います。まあ、なので、えー、結構、シワとかですね。シワを彫り込むとか、まあ、傷を彫り込むとか、まあ、そういったときに、えー、使えるブラシになります。ドローシャープブラシですね。はい。えー、で、次に、 まあこれちょっと全部やってると切れないのでえ何個かに絞っていきます。クレーブラシ。クレーブラシは、まあちょっとなんて言うんでしょう。粘土を補充しながら鳴らすような感じですね。まあ、特徴がこう、あの割と埋まっていることがわかります。はい、なので、まああの全体的に表面がガタガタしてしまって、なんかちょっと鳴らしたいなっていう場合、しかもシフト押すとちょっとこう凹んでいってしまうんでね。 そうするとちょっとボリュームがなくなっちゃうんですけどそれも嫌だなっていう場合にはクレイブラシを使うといいですねはいで、えー、クレイストリップブラシこれは、えー、ラフにこうグリグリと盛り上げるようなブラシになりますこれは結構使い勝手がいいですねあのドローブラシだと何て言うんでしょうちょっと膨らますような印象になるんですが、えー、クレイストリップブラシだともうザクザクとなんかこう 粘土を追加するようなイメージになります。はい。で、ちょっと飛ばしまして、えー、インフレートブラシ、えー。このブラシもよく使うんですけど、まあ、ちょっとそうですね。わかりづらいですが、グリグリした箇所をこう膨らましていくような挙動になるのがインフレートブラシです。なんで、えー、まあ、例えばですね、 えー、指先を造形してしたときに、えー、指先って結構こう、スカルプトで作ると、こう、細くなってしまいがちなんですけど。まああ、そうですね。まあ、こういう感じ細くなってしまいがちなんですけど、まあ、この部分をちょっと膨らましたいなっていうときに、インフレートブラシで、こう、膨らましてあげるみたいなことをよくやりますね。 はい、で、えー、次に、クリースブラシ、えー。クリースブラシは、えっ、ー、と、そうですね。まあ、これもシワ作ったりとか、えー、に使えるんですが、なんていうんでしょうね。まあ、ちょっとこう、うん、溝を作る、えー、ブラシになります。一言で言うと。コントロールをしながら、グリグリすると、今度はちょっと山を作ったりもできますね。まあ、ただ、あの、 えーっと、先ほどのドローシャープブラシとはえ違ってドローシャープブラシってもっと大きくこう結果が反映されますがもうちょっとこうな,なだらかにですね効果が出てくるのがこのフリースブラシになりますはいまあちょっと強さが違うっていう点は覚えておいてもいいかもしれません <laughs> えで、スムーズブラシは先ほど 説明した通り、まあ、鳴らすためのブラシですね。シフトがショートカットになります。えー、それから、ちょっと飛ばしまして、えー、グラブブラシ。これは重要なブラシですね、かなり。えー、引っ張って形を作るブラシになります。はい。まあ、例えば全体のシルエットですね、 変えたたたりしいいなみたいなみ場合にグラブブラシの特徴としては、えー、ポリゴンが変化しませんこ引っ張ってもポリゴンが補充されないんですねダイナトップ機能を使っても、まあ、そこはちょっと覚えておいてもいいかもしれません <laughs>、えー、それから、えー、スネークフックブラシスネークフックブラシは、まあ、引っ張る ま引っ張る、えー、機能になるんですけどこういう感じですね、まあ、指生やしたりとかっていう時にピンポイントで使えますね,ねただ、えーまあ、先ほどもちょっとインフレートブラシの時に触れたようにこう先の部分が結構細くなっちゃったりするんですねなので、えー、そういった部分を向けてインフレートブラシでポリゴンを補充してあげるみたいなことをすると、まあ、細くなってしまって、えー、ポリゴンがひしゃげてしまったりするのを防ぐことができます えー、スネークフックとインフレートブラシの相性は結構いいですね。それからあと2つだけ、えー、マスクブラシ、えー。このマスクブラシというのは、えー、どこかを、まあ、効果を反映させたくないなっていうところを塗って、黒く表示されますね。で、他のブラシでなんかこう変形を加えるっていう、こんな感じのセットで使うようなブラシになります。<laughs> えー、例えばグラブブラシに今切り替えましたが、 この部分をじゃあ引っ張ってみるとはいまあこの黒く塗った部分にはえこのグラブブラシの効果は反映されませんなので固定したいなっていう部分がある場合に使うブラシがえマスク機能ですねはいでえマスクの反転えができるんですけどここの上のメニューから マスクとしてインバートマスクですね。はい、これでマスクを反転します。まあ、指先だけを逆にあの変形させたいんだみたいな場合ですね。えー、使えると思います。えー、それから、えー、マスクの今の状態を、えー、クリアするにはクリアマスクですね、はい。これで元に戻ります。えー、あとは、まあ、この、えー、マスクブラシで、えー、こう全部を塗ってるとちょっとキリがないという時に えーっと、ボックスマスクですね。ボックスマスクっていうのを使ってこうくくってあげると、その囲ったエリアは全部マスクかかります。なんで、えー、そのマスクかけたい範囲が広い場合にはですね、えー、マスクブラシで塗っていくよりも、ボックスマスクを使った方が早いかなと思います。えでは、ブラシの説明は以上にしまして、えー、ちょっとマスクも一旦クリアしますね。 で、ちょっと順番前後してしまったんですが、えー、ブラシのですね、えーと、この効果、ブラシのサイズとか、ブラシの強さとかを変えたい場合には、右リクリックをします、えー。ラディアスってところで、ブラシサイズ変更ですね。ストレングスってところで強さ変更ですね。はい。まあ、これは覚えておいていいと思います。右リクリックで、えー、ブラシの詳細が出てきます。 えとここからちょっと細かい話になっていくんですけど、えー、こモデリングしているとですね、えー、左右対称にしてるんだけど左右対称が、えー、崩れてくる場合があります、えー、その場合の修復の仕方をちょっと説明していきます <laughs> えと今って、えー、っともうすでに左右対称崩れてることが分かりますねここ左側がこんな感じ右側がこんな感じこの辺が分かりやすいですねでこの状態で えーまあ、例えばあ、まあいいか、この状態でまあ進めちゃうと、えー、左右対称じゃなくなっていってしまうことが分かります。でこれはあの直すことができるんですけど、えー、ちょっと手間なんですが、えー、この左右対称じゃないなっていう状態になってしまって左右対称に戻したい場合は、えー、一度ですねレイアウトのワークスペースに切り替えます。 えそしてタブキーを押して編集モード、まあ、エディットモードに切り替えます、えー、で正面ビューにしたいのでえー、っとまあこっちのガイドからでもいいですし、まあ、この見た目からオルトキーを挟んで正面の見た目に変えますで、えー、次に まこの状態だとですね、こう、選択しても、後ろの部分が選択されない、見えない部分選択できないので、戻りますが、一度ワイヤーフレーム表示に切り替えて、ここからですね、ワイヤーフレーム表示に切り替えて、消したい方半分を選択します。で、残したい方は選択しません。で、次にデリートキーを押して、 デリリフェイスイズですすねこれをクリックッしますはいちょっとこれこの辺消えきらなかった部分もあったりしますが、まあ、その辺は割とあと気にしなくて大丈夫です。まあ、したい方半分およそ消えていれば OK って感じですね。で次にタブキーを押して一度オブジェクトモードに戻ります。 はいえー、そしたら、オブジェクト、まあ、選択される状態になっていると思うので、選択された状態で、えー、と右のモディファイヤー機能を使います。モディファイヤープロパティーズウィンドウを開きます。アドモディファイヤーを押します。モディファイヤーっていって、さ、えー、まざまな編集を加える機能があるんですけど、その中の、えー、ミラーを選びます。 で、えー、反対側にですね、ポリゴンがこうミラーで補充されたことがわかります。で、この状態ってまだミラーが確定していません。まあ、こんな感じになりますけど、どうですかっていう状態なんですね、今。なので、えー、このミラーの機能を確定させないといけないんですが、確定させるためには、ミラーの、えー、この下矢印ですね。押して、アプライを押します。で、モディファイヤーが消えた。 ことを確認したら、えー、ミラーが確定してます。ここまで、えー、行ったら、一度ですね、えー、ワイヤーフレーム表示から、えー、このシェーディングのモードに戻して、で、スカルプトのウィンドウに戻りあ、ワークスペースに戻しましょう。で、ここもまだちょっと注意が必要なんですけど、えー、この境界の部分が、 こう離れてしまっているケースがありますね。これスムーズえブラシでこうグリグリやっていくとつながっていくんですけど、こう全体をやるのって結構めんどくさいですね。境界のところを全部グリグリやっていくのってちょっとめんどなので、まああの、ミラーした直後ってまだ頂点同士がつながってないんですね、左右で。つなぐためにはどうすればいいかというと、えー、っとこのダイ,ナメシあダイナトポ。 のチェックが入っている場合は一旦切って、まあ、切れてればそのままでいいです。で、リメッシュの中の、えー、リメッシュボタンを押します。はいえー、そうするとメッシュが再計算されて全体的に、えー、ポリゴンがくっつくという形になりますで。このリメッシュの機能はちょっと CtrlZ で戻りますが。 えーとボクセルサイズっていうところの数値によってどのぐらいの細かさで、えー、メッシュを再構築するかっていうのが決まります例えばさっきの半分0.05ぐらいにしてリメッシュを押すとさっきよりちょっと細かくですね、えー、メッシュが再構築されたことがわかりますそうすると左右対称だし、えー、と頂点が離れて、えー、途切れてしまっていることもないモデルが一旦作れます で、またダイナートポで作業を進めたければ、ダイナートポオンにして、グリグリすればいいですし、でも、ここからはリメッシュだ、リメッシュで進めるっていうのであれば、えリメッシュのまま,ま、グリグリグリってやって、で、リメッシュをまた再度かけるみたいな進め方に移行していくといいと思います。はい、えまあちょっと細かいですけど、この辺の、えミラーがなくなってしまった場合の、まあケアの仕方の説明でした。